ルはアメリカに行くならどこに行きたい？僕はね、自由の女神にディープキスをしてあげたいな。行ったことがある？ラスベガスは実はないんだ。カジノは？カジノはマカオ。マカオ。マカオ。いくら持ってたの？それはもうミリオンダラー。ミリオンダラー。飛行機はファーストクラス？何？普通のだよ。どの辺だよ。飛行機はその辺に。エコノミー、エコノミーもちゃんとちっちゃい。エコノミー乗ったことない。シホーもお金好きね。何で言われた？ How's it going? 一番楽しんでますね。今回は米国株でどんな銘柄を選んだらいいかを考えていきたいと思います。はい、日本株の時もそうでしたが、まあ、結局何を買えばいいかっていうのが一番気になるので、そこを教えてほしいよね、村上君。そうなんです。別にゴタクはいいんです。これは買えってそれ言ってくれる。ゴタクをやってみたわけじゃない。ゴタクラブリー。これは買えって武藤さんが一言言えば終わりなんですよ。日本株の時も、まあ、一つ一つ、ね、株を調べていくっていうのとっても大変でしたし、うんうん、まあ、ましてやそれがアメリカ株となると情報入手するのも大変そうだよね、野田くん。うん、多分ごたくはいいってことだよ、本当に。武藤さん、何かいい方法ありませんか？はい、ではね、ズバリ。ズバリ。そんな皆さんにおすすめなのが ETF です。 ETF？ わー、いらない。いいですか？ETF というのはですね、はい、主にインデックスに投資をする手段の一つになります。まずね、インデックスとは何か分かりますか、野田さん。インデックスね、もうもちろんズバリ、もうズバリこの世、この世、この世の全て。じゃあ村上君お願いします。まあなんかふわっとはなんかその日経平均的なものかなとは思ってますが、あ、でもまあどうでしょう、ほぼ正解ですね。ほぼ正解。すごい、すごいじゃん。もう私も詳しくなりましたもん。シーズン6ですね。ざっくり言うとですね、日本だと日経平均株価ですとか、うん、トピックスっていう言葉は聞いたことがあるかなと思います、うん、まあ、これがいわゆるインデックスになります、はい、まあ、日経平均っていうのは、まあ、日本の株式市場を代表する225社の平均の株価になりますので、まあ、これが上がったり下がったりすると、まあ、日本の景気全体が上がってるのかな下がってるのかなっていうのが見て取れるものになります。もうちょっと簡単にすると、まあ、我々の世界で置き換えてみると、ビッグスリーとか、うん、第7世代、はいはい、これ皆さんも属している大宮セブンですね。うん、ありますね。まあ、こういうふうな括りをして、まあ、この単位でどういう人たちとか、うん、上がってるの下がってるのっていうふうなものを見る尺度になると。どれがインデックスなんですか？どれもインデックス。どれもインデックス。ビッグスリーもインデックス。ビッグスリーもインデックス。第7世代もインデックス。だからビートたけしってなったら、はい、個別インデックスじゃないと。そうです、個別株。はいはい、全部足したお笑い界っていうのもインデックス。インデックス。ああ、なるほど。繰り方です。だからお笑い界がトピックス。さっきの全部を買ってるっていう。トピックス。トピックス。トピックスは東証全体を表すのがトピックス。はい、でそのうちの日経平均後は225社なんで、例えば第7世代が大宮セブンとか、まあ、代表される10組とか、まあ、それ7組みたいなのが日経平均だったりすると。ビッグ3と一緒に並べないでほしいんだな、はい、ふわっと分かりました、はい、うん、テスタ君もこのインデックスは結構参考にしたり、うん、まあ、そうね、もちろん日経平均っていうのは毎日見るし、うんうん、まあ、それで今日は全体が強いなとか全体弱いなとか、もうやっぱりニュースとかでも最後にそれだけは表示されたりするじゃない、うん、今日の日経平均株価は、うん、日経平均でいいよね、はい、それはやっぱり重要な指標っていうことですね。今回のテーマのところですね、アメリカにもインデックスが存在します、はい、それが、ニューヨークダウン平均株価、ナスダック100、また S&P500 S&P500 が好き、初心者好きなのよ。この3つっていうのはそれぞれまず違う企業が含まれてるんですか？そうですね、ちょっとどんな違いがあるのか後藤さんがせっかくなのでご説明いただければと思います。
ダウめっちゃ少ないやん。確かにダウ少ないんですよね、30銘柄、うん、アメリカを代表する企業が多くて、うん、そのコカ・コーラとかマクドナルドとか、うん、20世紀からあるような老舗企業が比較的多い感じですね、うん、いわゆるアメリカ企業っていうところが、まあ、代表的なものが30社選ばれているっていうような感じですね、うん、でこの S&P500 っていうのが、まあ、アメリカで今一番一般的なインデックスですね、アメリカ企業の中のトップ500っていうのをこの S&P っていう会社が選んでそれを束ねてやってるんですね、うん、かなりの企業が入ってます、うん、前回やったガファムとかもそうですし、まあ、ここにある JP モルガンのような、ね、うん、金融系もそうだし、ダウに入っているような企業も全て入ってるっていう感じですね、うん、なのでアメリカの大半を占めている大きな企業を束ねているのが S&P500、もうダウも入っちゃってるんだ。ダウの銘柄も全てここに入ってますね。そうなんですね、はい、まあ、ダウはその20世紀型の企業が多い分、代わりにそのアマゾンとか、はい、Facebook とかテスラが入ってなかったりするんですよね。だからそういう意味で最先端の状況をあまり映していなくて、オールドエコノミー系の株価の動きを指すというふうに言われたりとかありますね。一方で、まあ、ダウとやや対極的なのがこのナスダック、ナスダック100で、まあ、こちらは100銘柄なんですけれども、まあ、そのガファムのような、うん、21世紀型といえばいいですかね、うん、まあ、その代表的な企業100社を選んでるっていう感じですね、うん、なので、まあ、こっちはややオールドエコノミーが多いインデックスで、こっちはそのガファムを中心としたインデックス、うん、で真ん中は、まあ、アメリカ株全体を表しているのが、S&P500 かもしれないです、うん、マジカルラブリーさんはお笑い界的にはすでにもうニューヨークダウに入っててもいいポジション。ニューヨークダウは無理よS&P に入れたらいいよねちょっとナスダックに入ってるかもしれないね、今ではね、ここからが、今回の本題です。まあ、今勉強した S&P500、ニューヨークダウ、ナスダック、まあ、などのインデックスに対してそれそのものに投資をすることができると、はい、まあ、それが、お話した ETF になります、はいはい、何ですか ETF って、 E が何、T が何とか。それは英語なのでね、やるとややこしいんで、知らないんだ、知らないんだ、知らないんだ、今出てこない。エクスチェンジトレーディングファンドじゃないですかね。さすが、さすが、さすが、頼りになるな。初期の席変わったのよ。いいわ。私はね、まあ、さっき出てきましたけども、そのアップルとかアマゾンという一つの企業の株を投資するというのが一般的なんですけども、まあ、ETF っていうのはそういった個別株ではなくて、うん、S&P500、ニューヨークダウンってインデックス全体が上がったか下がったかに、うん、今投資をするというふうなものになります、うん、まあ、さっきのお笑いの話に例えると、ピンポイントで誰が売れるのかというのを予想するのが個別株、うん、マジカルラブリーが売れるのか、オズワルドが売れるのか、うん、で一方で大宮セブン、第7世代の株が ETF を買うと、うん、まあ、この中の誰か何人か売れてくれたら上がるだろうというふうに持ってもらえれば、うん、まあ、5と買うってことですね、はい、うん、その感じが分かんないからな、どうこの分散されてるのかっていうのがちょっとイメージがちょっとわからない、ね、大宮セブンだったらもしかしたらタモンズだけ買いたくないとかもあるだからタモンズだけでも足を引っ張っててもマジラブとか末広がりとかが曲がってれば十分カバー、うん、その逆ももちろんあると。なるほど、ね、だから分散投資ができるっていう、その中で、はい、S&P500 を買うっていう言い方でいいんですか。ETF でいうと、うん、この S&P500 を詰め合わせたバスケットのようなものなんですね。もちろん S&P500 の全企業を買おうと思うと、はいはい、それこそ何百兆円、ちょっと1000兆円以上かかるかもしれないですけど、それをもう何万分の1、何十万分の1ってして、その中に500銘柄全部ちょっとずつ入ってるんですよっていう、その粒々を買うような形なのが、まあ、ETF。 S&P500 をじゃあ買ったってなったら、僕のそのサイトで見るときに、はい、S&P500 って出てるんですか。あ、それ出てくる。あ、出てる、出てくる、出てくる。投資信託とは違うんですか。基本的に投資信託の一種です。上場投資信託なので、投資信託、投資信託ですね、はい、うん、では後藤さん、その ETF がおすすめっていう理由はズバリ何なんですか。
個別株を選んで買うのも面白いですし、うん、株価が上がる前に買うとものすごく儲かることもあると思うんですよね、うん、ただ実際に株を選ぶのって難しいし時間もかかるし、そもそもそんな毎日毎日チェックもしてられないし勉強する時間もないっていう人からすると、うん、とりあえずざっくりアメリカ株買っておきたいと、お金をまとめてこういう ETF のような形で買っておくと、まあ、結構気楽に全体に投資できるっていうところですね、うん、あとは一つの銘柄買っているともう一気に 50%、80% 株価が下がっちゃうリスクも否めないですけど、分散投資してるっていうと一つの銘柄に激しく左右されることはないので、その辺もメリットかと思いますね、うん、じゃあアメリカ株が買いたいって決まってて個別銘柄を調べるのは大変だけど、いい感じでこう平均が取れてるのが、はいはい、あ、そうですね、そういうふうな理解、はい、大丈夫だと思いますので、はい、今まで示した ETF ってあくまでその、カテゴリーの名前なので、うん、どういった指数に連動するか、どういった企業の株を含むのかっていうのは、うん、様々な銘柄っていうのがあります、うん、結構たくさん ETF ってあるんですけど、これは代表的な3つの銘柄になりますね、はい、このブーっていうのは S&P500 ですね、これにもそのまま連動するような形になっています。なるほど。VTI っていうのはこの T はトータルなんですけども4000銘柄ですね、うん、さっき S&P500 は500って言ってましたけど、はいはい、要するに501位から4000位ぐらいのところも入っているので、うん、ひょっとしたら将来のテスラになるかもしれないようなものもこっちに入っている夢があるやつですね、うん、本当にもうよりアメリカ全体を取りたいっていう場合はこの VTI っていうのが一つ選択肢になります、うん、米国株について何か知ってることはありますか。バンガードトータルストック。おお、え、急になんかそれっぽいワードが何それ何それ何あんかそれ買っとけみたいなやつでしょで、もう一つこの、VIM っていうのはこのアメリカの株式市場の中でも高配当利回り、割と手厚めに配当を出してくれる企業を、主に束ねたものなので、配当も実際にもらえるんですか。そうですね、企業がたくさん配当しているものもこれも束ねて最終的に投資家のところにめっちゃそうだ、そうなんだ、うん、あとはですね、有名どころとしてはですね、うん、SPYD ですとか QQQ といった、ものもあります。はい、SPYD、はい、配当大好き。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 伸びていくとかいう意味では QQQ、気になるなぁ。QQQ 買ったんだですって言ったら初心者だなと思います。QQQ 買ったは初心者ってちょっと思わないかもね。おぉ !QQQ にしようかな、そしたら。インデックスを買うっていう単純な話だけではなく、いろいろ選択できるんですね。そうですね、はい、まあ、いろんな種類があるので、そういう投資スタイルに合ったものを選んでいただくということが可能になります、うん、テスタ君は ETF は持ってるの？うん、一切持ってない。どうして？僕は自分で選んで平均所に勝つからいらない強い、これの時に S&P の人よりは強い。インデックスと対照的にこの30銘柄がいいっていうふうにファンドマネージャーが選ぶの、これアクティブ投信とかって言われるんですけども、はい、そのアクティブってインデックスより勝たなきゃいけないはずですよね、うん、もし勝てないんだったらインデックスみんな買ってればいいわけです、はい、ただ実際のところアクティブってうまく運用成績出せてるかっていうと、うん、インデックスに負けてるものの方が多かったりするんですよね、はい、株式市場ってやっぱそれぐらい難しくて、銘柄選別何千回もやってきましたっていう人でもなかなか勝てないんです。なるほど。1年たりとも負けたことない。すごいすごい、かっこいいね。ちょっとっテスタバージョン作ってよ、 ETF で欲しい。それテスタボックス、テスタボックス。最初の回で勉強したこちらのチャートを覚えてますかね、うん、こうやって今後も、まあ、アメリカのこの市場いいだろうって思ったら、じゃあもう ETF 買っとけばいいってことですね。そういうことですか、後藤さん。 ETF を買えばいいですね。結論を言ってほしいから結局だから何をいくら買えばいいですか。ボタンはいいって言ってるんですよ。いや、時間がない人は基本 ETF をある程度買うっていうのがいいと思います。実際過去の20年ぐらい、21世紀になってから見てみると、IT バブルが崩壊した2000年の頃とか、リーマンショックの2008年とか、コロナショックの2020年とか、
まあ、過去のこういった歴史的なショックであっても大体こう戻ってきてるんですよね、うん、やっぱりそれだけアメリカの企業っていうのは強いっていうところもありますし、うん、右肩上がりになる可能性っていうのは結構高い、うん、そういう意味ではまあ持ってる資産の何割かをアメリカ株に置いとくっていうのは守り目投資の意味でも大事かもしれないですね、うん、あとはもう一つ買うタイミングも大事でこういうふうにやっぱりここで買っちゃうと、うん、その後辛いわけですよでこの後どうなるかわからないっていうこともあるので、うん、なるべくそういう意味で買う期間をいろいろ分散しておいたら、うん、買うコストが平準化できて、うん、でかつ長い目で見ると右肩上がりになるっていうこともあるので、うん、積み立てていくっていうのはいいかも、ね、積み立てのは、うん、はいはいもちろんテスタさんみたいにもうものすごく時間と労力かけて、うん、しかも才能もある人であれば、うん、謙遜したり自信があったりすごい強い口調でした僕の持論としては日本株を個別でやるとなんとなくその情報が入りやすかったりすぐ決算も読めたり、うん、その状況の変化っていうのはやっぱり感じやすいのねニュース見たりとかでもするけど、うん、でもアメリカのどこどこの企業のニュースって日本であんまり流れないから分かんないじゃない、うん、だからアメリカ株やるんだったらそうやって長い目で積み立てていったり指数を買いに行ったりっていうの方がいいと思う。これだはい、僕はもうこれが知りたかったんです。学べるラブリーシーズン1からずっとやってきて6でついにこの僕の本当に一番知りたいやつをでもシーズン7いない可能性シーズン7はもうだって僕はもういいです見れるもん、はい、ちょっと待った何だと、はい、早いなどうしたんですか所長何でも3番街で白くてでかいゴーストが暴れてたし、現場に直行だ、うん、はい、なんとかバスターズのあれだじゃあ、とりあえずハッキングするよ、まず、はい、お願いしますまずハッキングいきましょううんうんまずハッキングしようネクストエピソード武藤ロブスターに鼻ちぎられるまあ、こんな風に老舗の銘柄を集めたものもあれば、うんうんまあ、結構新興企業というか、はい、が入ったインデックスもあるっていうことなんですね。そうですね、はい、うん NGK、ルミネ、無限大若さで言うとねみたいな感じかな、若さで言うとね分かる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 武藤さんがお笑い好きすぎてチャンネルトーク高評価よろしくお願いします。概要欄も見てね。